はい、今回の動画は Excel で空白のセルに自動で色をつけて入力漏れを分かりやすくする方法をご紹介します。で、Excel で今回のこの動画のこのぐらいの大きさの表だったらいいんですけども、もっとねすごく大きい表のデータの入力漏れを探すっていうのは結構面倒だと思います。そんな場合は条件付き書式っていう機能を使うことによって空白のセルに自動で色をつけることができます。それではそのやり方なんですけども、まずは条件付き書式を設定したいね、セル範囲をマウスのドラッグとかで選択をしてもらって、ホームタブの中にあるこの条件付き書式っていうところをクリックをします。次にこの新しいルールっていうところをクリックしてください。はい、そうするとこの新しい書式ルールっていうウィンドウが開きますんで、この中のですね、数式を使用して書式設定するセルを決定というところをクリックします。はい、次にこの次の数式を満たす場合に値を書式設定というところですね、こちらの中をクリックをしてもらって、ここにね数式を入れてきますんで、まずは半角でイコールを入れてください。次に今回は isBlank 関数というのを使いますんで、ここに isBlank と isBlank というふうに入力をします。この isBlank 関数というのはセルが空白なのか何かデータが入っているのかというのをね判定する関数になります。で、次に引数を入れるんですけども、括弧を入れて、今回はですね、この選択したこのセル範囲のですね、まあ一番左を入力しておくといいと思います。なんで今回で言うと A の2のセルですね。なんでここに A の2というふうに入れて括弧で閉じます。次にその空白のセルと判定したときにそこに色をつける色を選択をしますので、この下の書式というところをクリックをして、塗りつぶしのところですね、こちらを選択をして、これは好きな色を入力をしてください。今回も何でもいいんで、じゃあ黄色とかにしましょうかね。なので黄色を選択して OK ボタンをクリックして、もう一度 OK ボタンをクリックします。はい、そうするとこれ今見てもらってわかるように空白のセルのところに黄色の色が入ったので、この設定をしておくとすごくね大きい表でもですね一目瞭然で空白のセルをね見つけることができると思います。はい、といったことで今回ご紹介した条件付き書式を使って空白のセルに自動で色を入れる方法ですけども、すごく大きい表にデータを入力をしていくときに非常に便利な機能だと思いますんで、ぜひうまく活用してもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。